今日はね、大石くん、ね、この間動画で回った21歳の新人のね、トレーラー乗って今日でなんと7日目です。はい、お願いします。大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、頑張ってます。はい、で今から南高の方にね、練習しに行くんですけども、ちょうどあの前の方からね、ボルボ来ましたね。いや、これトレーラージャパンのボルボが来ましたね。スライドしますね。はい、ボルボも一応撮っておきます。先輩とスライドですね。はい、じゃあ信号をね、先の信号を右折しましょう。はい、あ、これ富士よね。富士とか来たって一応手上げといてくださいね。はい、片手ちょっと一瞬上げるだけでね、はい、富士トランスポートね。まあ今多分そんな余裕ないと思う。それね、余裕ないよね。ちょっと今日雨も降ってるから、こんな感じで車間距離ちょっと多めに取って、はい、ゆっくり行きましょう。今歩行者信号点滅してるけどね、行けます。意外に長いっていうね。長いですね。はい、これ高速乗ったらあかんけど、一番左端取ってもらえますか。はい、はい、右 OK、 左 OK。 はい、どうですか、トレーラー乗ってる感覚は。いや、難しいですね。やっぱ難しい。はい、うん、そっか。でも楽しい。あ、楽しいっす。あ、やっぱそうなんや。そう、僕も一緒やね。はい、難しい反面楽しいっていうね。はい、うん、ちょうどね、まあ、あの荷物も下ろし終わって、はい、ね、積み込みも終わって、で、まあ、ちょっと宮丹後やったらちょっとあれなんでね、はい、ちょっと車両ね。これ今自分の持ち車ですか。あ、その予定です。あ、その予定で、はい、あ、わかりました。自分のマイトラックで今からちょっとね、はい、南港のフェリー乗り場の方にね、行きたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、トラックのこの幅とかも慣れました。横のこの木とか左ミラー怖いとか。そうっすね、結構新練習ずっとしてたんで、幅はなんとなくつかめてきました。つかめてきた、はい。4トンとか2トンとかも乗ったことないんですもんね。はい、乗ったことないです。大型も、はい、いきなりトレーラーですもんね。そうです。すごすぎる。すごい、初めて大型乗ったらどんな気分なんやろうって思う。この幅、横幅めっちゃ怖いし、はい、やっぱりミラー、左ミラーがめちゃめちゃ初めはやっぱ怖いなって普通は思うんですけど、はい、怖かった。あ、最初はもうミラーとかあーですよね、はい、うん、こうやって今ちょっと軽くね、会話振ってみたんですけども、もう会話振っててもこうやってあのトレーラーね、運転することができるぐらい上達していますね。で、ちゃんと雨も降ってるのね、見ての通り車間距離も必要以上にね、多く大石くん開けてくれてます。うん、これまあカメラで見てるからあれないけど、実際は結構めちゃこのぐらい空いてるんですよ。実際はめっちゃ空いてるでしょ。でもこう見るとあんま空いてないように見えるんですけど、すごくあの車間距離もね、あの多く取ってくれてます。はい、さあ、信号左折しましょう。はい、内側の左折入るか外側の左折入るか、どっちでも曲がれます。はい、はい、どちらでも了解です。はい、外側から今回っていってますね。右左歩行者 OK。 はい、もう反対車線トレーラーばっかりやからね。これまたあのドン突きみたいになるんですけど、はい、それを右に曲がります。はい、この一番右の車線は車線がなくなるんで、はい、ここの右かここの左か、はい、どっちでも曲がれるのは曲がれます。はい、はい、
そうですね、慣れないうちは、右折2車線あった場合は、外側からね、こうやって右折した方が安全ですね。で、内側に入ってくるトラックとかおったら巻き込みだけね、注意するように、はい、もうゆっくりでいいんで。隣トレーラーやったからちょっと緊張しました。そうですね、やっぱ並ぶと、ね、ちょっとトレーラーね、2台やったら緊張しますよね。はい、ちょっと練習したいと思います。はい、はい、お願いします。はい、あ、ギアチェンジだいぶ上手くなりましたね。次の信号をね、左折します。これ結構狭いですよ。あのトレーラーもね、あの歩行者とかもいてるんでね。あ、ちなみにあのトレーラーより僕たちの方がね、長いです。はい、二軸な、こっち三軸ですね。右の線、黄色の線、ギリギリらへん狙っといてくださいね。右の線寄せでね。はい、これめっちゃ狭いです。はい、これもう行けるだけ前までまっすぐ、まっすぐ伸ばす時間が大事で、左に切る、左に切る、右左歩行者 OK で、右の肩気をつけてくださいね、ここ狭いんで。右の肩を当てないように。かっこいい大石さん、かっこいい。これ道なりにまっすぐね、左路注意てるんで右側走りましょう。ちょっと初め曲がるときあそこ狭いなって思いました。いや怖いですね、これ曲がれんのって思いました。はい、でも曲がれたでしょ。はい、ちなみにちょっと僕今初めてなんで、ちょっとあの足は落とさせていただきました。三軸のね。これちなみに足上がってても曲がれます。はい。絶対ここ曲がらなあかんことはないんやけども、はい、僕がね、あの例の開墾を引っ張って仕事行くときはここ曲がっていってます。あ、はい。で、ここ曲がるのちょっと怖いなと思ったら、はい、あのもうちょい先の信号行ったら、はい、あの大阪体育館の底のとこ出てくるから、はい、広いとこから曲がれるんでね。はい、はい、これ左に指示器出して合流しましょう。高速の降り口なんですよ、ここも天保山の。あー、うん、OK ですね。で、このまま真っ直ぐ。いやー曲がれましたね。あ、たまにこういうのはね、止まるときにこのガタガタガタンってなるのはね、大石さんの癖ですね。うん、これ止まるときにね、回転数が結構下がってるんですよね。下がってからクラッチ踏んでる感じです、今の見た感じは。うん、回転数がもうちょっと高いところでね、あの早めにクラッチを切って、打力でちょっとガーッといくって感じですね。